というわけで、ロックブラッド今年最後の配信になります。よろしくお願いします。こんにちは、ベースのともです、ロックブラッド第17話になります。今回はですね、2022年のスリースレッズの活動が先日すべて終わりましてですね、もう、年納めと、スリースレッズ2022年の1年間の活動、その実績と成果を振り返ってみたいと思います。まずはライブ関係ですね。ボーカルのケインがちょっと離れたところに住んでるっていうのもあって、なかなかメンバー全員がですね揃うっていうのが、難しいので、ライブはたくさんやりたいんですけれども、年に4回ぐらい、3ヶ月に1回ぐらいのペースでですね、合計年4回というのがまあ関の山かなと思ってまして、ただ今年は前半がですねスタジオレコーディングに当ててたので、ライブ活動は全くできてませんでした。スタジオレコーディング、年明けからですね打ち合わせを始めて、レコーディングの準備、リハーサルなんかをやって、ゴールデンウィークの前ぐらいにですね録音を始めました。でマスタリングとかが終わって実際に納品されたのが6月頃なので、6月まではですねなかなか積極的にライブ活動っていうのはできなかったんですよね。なので僕らが最初にですねライブを今年やったのは、なんともう半年過ぎたあたり、6月の中旬でした。新横浜リットで激輪っていうですねヘビーロック系の対バンイベントに参加させていただきました。ここで初めてオープニングの SE みたいなのをですね流して、ちょっと演出も入れて新しい試みでですねやってみたんですけれども、思い出深いのはケインのマイクがマイクスタンドに挿したはいいけど取れなくなってですね、ステージ上でケインが若干切れるっていう面白いことが起きたんですよね。ステージ始まって冒頭でケインがマイクが抜けないっていう風にね気づくんですよね。それで一生懸命抜こうとするんですけど抜けなくて、もうそのまま歌い続けなきゃいけないということで、1曲目が終わった後にですね PA に向かって助けを求めるんですけど、 Hey, I wanna get this off the fucking stand, man. I gotta get this off the stand. Help, help, help. Help me. 英語で言ってるから周りみんな何言ってるのか分かんなくて、音響さんも慌ててステージに上がってきてはくれたんですけど、なぜか知らないけどダニエルの方にですね行くんですよね。それを見てケインがダブルでイラッときたっていうですね、まあ自業自得なんですけど、そんなライブがありまして、その翌月7月はですね海の日をまたいで、福岡県は宗像市で初のですね地方遠征ということと、初の野外ライブということで、宮地岳神社の境内に設けられたミヤジック2022というですねライブイベントに参加させていただきました。これが今年2回目のスリースレッズのライブだったんですね。若干アウェイ感がある中で始まったんですけど、始まってみればですね、僕らもそしてオーディエンスの方々もみんなノリノリになってもらって、とっても楽しかったですね。野外のステージいいですね。猛暑の中ではありましたけれども、とっても楽しませてもらいました。今年はライブの出足が遅かったんですけれども、まあそれを取り戻すかのようにですね6、7と、2ヶ月連続で
ライブ出演ということで、半年で2回という感じでですね、一応ノルマはこなしていたかなという感じですね。で、その後、夏が終わりましてですね、秋口になったところで、ファミテのギターのリョウがですね、バンド活動をお休みするという話になりまして、残念ながら、しばらく、リョウと一緒にバンド活動ができなくなってしまったというところです。ただ、もともと僕、このスリスリズ結成するときに、ツインリードギターで、ハードロック、オリジナルのハードロックをやっていきたいと、そういうすごく強いですね、思いがあって、結成に至ったので、ここでですね、ギター一人になってしまうっていうのは、すごく僕としては避けたかったんですよね。ただ、急に助っ人を、募集してもですね、そんなすぐには活動できないわけで、当座4人編成にして、曲の構成とかもちょっと変えてやるしかないかなというふうに半ば諦めかけていたところに、テズがですね、お友達のギタリストヒロを連れてきてくれまして、なんとか助っ人でしばらくやってくれるという話になり、早速、スタジオに入ってですね、リハを重ねたという経緯に至りました。で、慌ててですね、そこから年内、3ヶ月に1回ライブやりたいって言ってたんですけど、なかなかできてなかったんですが、年内あと2回ぐらいはライブをやりたいねということで、晴れて12月、年内ギリギリですけれども、12月の10日の日は、渋谷のテイクオフセブン、それから、12月17日は、新横浜のリットで、モハナクリスマスというライブイベントがあったんですけれども、その2つのイベントに、ヒロを、助っ人ギタリストに迎えて、なんとかツインリードギターのハードロックバンドという体をですね、守りながら、出演ができることとなりまして、思いっきりプレイしてきました。ヒロにはね、とっても感謝してます。助っ人で入ってくれるって決まって2週間で、ライブ曲目全部、こなしてくれてですね、リハーサルは2回だけやって、もうほぼぶっつけ本番という感じだったんですけど、大きなトラブルもなく無事にですね、楽しく、ライブを2回こなすことができました。2週連続だったんでね、なかなか慌ただしい中でのライブでしたけれども、とっても楽しませていただきました。新横浜リットでのですね、ライブ、今年最後のライブとなったんですけども、それに関してはですね、もうすでに動画もアップしておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。2022年スリースレッズのライブ活動はですね、従いまして、どうにか年4回というノルマは達成で、来年こそですね、もっと回数を増やして活動をもっと活発にやっていきたいと思っておりますけれども、回数こそ少なかったですが、ケインがステージ上で切れたり、福岡に遠征に行ったり、助っ人ギタリストに救われたりですね、なかなか起伏に富んだライブ活動だったかなと思ってます。で、ライブ活動は少ないんですけども、レコーディングもしたことですし、オンラインでのですね、コンテストとかオーディションは去年よりも積極的に参加した年だったかなと思います。今流れてるこういうロゴ、これが一つ一つ、コンテストとかオーディションなんですけれども、これが、スリースレッズが2022年、参加したオーディションとかコンテストです。数えてみたらですね、全部で29本チャレンジさせていただいて、そのうちの10本は、予選敗退ということだったんですけれども、3本はまだこの時点で、結果が出ていないものなので、中には来年早々に、結果発表になるものもあったりするので、まだ分かってないんですけれども、それを除けばですね、残り16本に関してはスリースレッズがショートリストに残った、ものですね、準決勝もしくは決勝戦進出、っていうところまでこぎつけた、イベントになります。まあ、なかなかそういう意味で言うと29本チャレンジして16本は、
いい線いったなというところだったんで、去年よりは戦績は良かったかなと思いますけれども、まあ何度も何度もロックブラッドで言ってますけれども、やっぱね芯を食ってないので優勝だけはできないんですよね。これねもはや技術的なこととかじゃないと思うんですけど、かといって万人受けするようなものを、積極的に作ろうっていうような、スタイルでもないので、そこの塩梅が難しいところなんですけどね。フジロックのアマチュアバンド枠とか、それから千葉のロックインジャパンへの出演権とかですね、結構大どころにもチャレンジしたんですけれども、なかなか厳しかったですね。スリースレッズ2022年の活動および実績のレビュー、最後はですね YouTube と Spotify で僕らがどんな成果を収めたかというのを見てみたいと思います。まずは YouTube から見ていきましょうか。まあ YouTube も Spotify も正直鳴かず飛ばずだったんですけれども、前向きに捉えれば去年よりも着実に成長を遂げてるな、広まっているなという実感はあります。このロックブラッドとかもまだまだ視聴数はないんですけれども、それでも視聴数は伸び方がですねだんだん鋭角になってきて、とっても手応えを感じてます。 YouTube を視聴してくれているオーディエンスの人たちも、海外からもですね結構見てくれておりまして、コメントとかも寄せてくれてたりするので、とっても、そういった意味では励みになってますけれども、バンドやシンガーソングライターで YouTube をやられてる、皆さんからすると、スリースレッズのこの実績データをですねこうやってレビューさせていただくのはちょっと恥ずかしいところもあるんですけどね。まあでも、長くこれからスリースレッズやっていく中でいくとですね、こういう、時代もあったと、最初はこういうところから僕らはやってたんだっていうのが記録に残るっていう意味では、大事かなとも思いますので、あえて恥を忍んで共有をさせていただきます。で、 YouTube はライブ動画とこのロックブラッドっていうのを配信してるだけなんですけれども、それだけって言ってもですね、僕周りの人たちみんなすごいなと思って、ロックブラッドやっと頑張って月に1回できてるかできてないかっていうところなんですけど、もうそれだけでも結構大変なんですよ。編集とかもねもうかなり時間かかる。みんな豆ですね。それぐらいじゃないと視聴者数はねなかなか伸ばしていけないんだろうけど、来年頑張ります。さて Spotify 行きましょう。 Spotify はですねご丁寧にこんなカラフルで素敵なですね動画形式のレビューデータを、みんなに送ってくれるんですよね。でこれを、これから流していきますが、こちらもですね YouTube 同様、まあなかなか厳しい実績だったなと。 Spotify だけじゃなくてね、オンライン配信のサービスはほとんどにスリースレッズ配信させていただいてるんですけども、まあ視聴数は年々伸びてはいるんですが、ダウンロードとかましてや配信料を稼ぐなどというですね領域まではもうほど遠くてですね、聞いていただいているだけでありがたいというところでございます。 YouTube とか Spotify みたいにこうやって明快にですね自分たちの配信している活動が見える化できてるっていうのはとってもいいことだなと思ってですね、どういう系統が受けてるのかとかですね、どんな人たちが聞いてくれてるのかとか、どういうタイミングで配信すると伸び方とか伸び率が影響するのかとかですね、そういったのにとっても参考になるんですよね。で、若い頃と違って毎週のようにライブなんてできないので、数がこなせない分なるべくピンポイントでですね、どういう曲でどういう形だったらどんな人たちに刺さるんだろうというのを、考える一つのきっかけに、なってるんですよね。当然のことながら今年のこの実績を踏まえて、来年はこれをさらに大きく上回るようにバンドとして精進をしていくということになるわけです。
振り返ってみますと、今年はレコーディングがあり、福岡遠征があり、メンバーが活動を休止してしまって、助っ人に加わってもらうことでどうにか年内の、活動を続けることができたという、結構いろんなことがあった1年だったなと改めて感じました。来年はですね、スリースレッツっていうバンドが、結成されてですね、10年目になります。何かでっかいことやりたいなとリーダーの僕としては思ってるんですが、まあまずは年明けエマージェンザの予選に参加ということですので、こちら皆さんぜひですねライブ会場にお越しいただいて投票をしていただけるとありがたいと思ってます。ミューディアの方でもですね、エマージェンザのオンライン投票というのを今年も受け付けるそうなので、そちらの URL はここに出しておきますけれども、1月の22日エマージェンザ予選です。チケットのお買い求めはこちらまで。皆さんのご来場を心からお待ちしております。エマージェンザ勝ち抜いていくことが来年の一番の目標であると言っても過言ではありませんので、何しろ優勝するとドイツでライブですからね。で、ライブ1回だけじゃなくて、その滞在中にですね地元のライブハウスのブッキングもしてもらえるということなので、もう楽しみでしかないですよね。そのためにはまず優勝をしなければいけないので、スリースレッズ何回もエマージェンザ出てるんですけど、まあ準決勝止まりなので決勝戦までの壁は、とっても厚いわけです。それをどうにか来年は突破したいと思っております。ロックブラッド第17話いかがだったでしょうか。ロックブラッドはですねこれで2022年は最後の配信とさせていただきます。来年からですねロックブラッド今度は2023第1話という形で、新しく気分を一新してスタートを切らせていただきたいと思っております。2022年、この1年間、皆さんの応援で楽しく、スリースレッズバンドをやることができました。応援ありがとうございます。それから数多くですねコメントも寄せていただいたり、毎回読ませていただいて励みになっておりました。来年もぜひ引き続きですね応援メッセージでも質問でも何でも結構です。ぜひ絡んでいただければと思っておりますし、僕らも新しい曲作ったりですねライブ活動をもっと回数増やせないかっていうふうに頑張っておりますので、ぜひお楽しみにしていただいて、また2023年いい年にしていきたいなというところで今年を締めくくりたいと思っております。今年も1年間ありがとうございました。来年もまたよろしくお願いいたします。それではまた来年。 We are three threads. Good night. See you next year. 3, 2, 1, どうぞ。ありがとうございました。 Thank you guys.